どうもお疲れ様です。今ご覧いただいているのが1年ぐらい前のね AI アートなんですよ。で、わかりやすく人物像、まあ、特にねこういった萌え系の女の子の画像をちょっとチョイスしてきたんですけども、これは実際私がね作ってみたやつなんですよ。ちょっとパラパラっとご覧いただけますか。こんな感じでなんとなく雰囲気はわかるけども、なんかピカソというかね、抽象画というか、ちょっとこれはなんか亡霊のように見えなくもないなってとこですよね。まあ、絵を描き始めたこの幼いね、子供たちが描くと、まあ、こんな感じになるのかなと。で、上手だね、上手だねって言って褒めてあげれるような、まあ、小学生低学年ぐらいが描いてくれるような、そんな絵なのかなっていうとこですよね。まあ、でもね、AI っていうのもだんだん進化しますんで、人間と同じで。やっぱり今となってはこれは懐かしい思い出ということになるかもしれないですね。それでは最近はどういう風になっているのか見てみましょう。はい、ではあれから1年ぐらい経ってね、どういう風に AI アートが進化したのか、もう一目でご覧いただきますよね。もうかなり上手なね方が描いたんじゃないかなと言われるような、もう秋葉系みたいなところがありますけども、ちょっとパラパラとこれも何枚か見てみましょう。こんな感じでちょっと表情を変えてみたりポーズを変えてみたりとかね。で、同じ人物がこういう風に何度も描けるようになってますね。ちょっとだけ雰囲気を変えて、立ち姿とかね、座り姿とか、まあこういう風な形にもなりますし、どうですかね、だいぶ変わったと思うんですけどもね、すごい進化だと思いませんか。はい、改めてまして、速稼塾の久保でございます。いかがでしたか？この AI アートの進化。これ両方ともフリーって言ってね、無料でできるソフトを使って、アプリを使ってやってるわけなんですけども、この時代の変化に合わせて自分のスキルを上げて、そして誰かのスキルを上げさせた。それが引いて言えばマーケットの進化に携わってるってことだと思うんですよ。でもこうやって AI アート一つとってもね、その進化がきちんとなされているその黎明期なのに、遠くで、まあ、指を加えてったら言い過ぎかもしれませんけどね、眺めているだけだとその恩恵に預かることはできないんですよ。ただまあ利用者として視聴者として楽しむことはできますけども、やっぱりクリエイターとしてね、そこから一定の財を生み出していく、そして自分の進化につなげていくっていうところが、まあね、リスキリングといいますか、50代のこれからの人生を歩む上で新しい学びになるんじゃないかなと思うんですよ。で、 AI っていうのはアートの他に音楽、音楽をフリーで作るようなソフトもこの1年進化していきましたんで、その簡単なね、著作権フリーの音楽を自分で作る、もっと言うと自分で作るわけではなくて、タイトルを打ち込んだだけで、曲をね自動的に何パターンか作ってくれるわけですよ。で、それをさらに組み合わせて精度の高いものにしていくっていう作業をすることによって、自分がオーケストラを抱えて、しかも作曲家とか作詞家を抱えて、プロデューサーになったような感じですよね。で、指示を出すと曲を作ってくれるってことは、今までコストがかかったわけじゃないですか。曲を誰かに依頼するとか、著作権を何とかするみたいなね。それがもう完全に自分のこのスマホとかパソコンの中に全部入っていて、これが低コスト、もうほぼ0円でできるってことなんですよ。で、0円でできたものでも人に価値を与えれば、その差額が利ざやになっていくっていうことでね、ビジネスが成立するわけですよね。まあこういった仕組みが今、もう無料でどんどん出されているのに、まあそれを、まあ使わずにですね、使うっていうのは要するに自分のビジネスに使わずに、もったいない時間の過ごし方をこの1年間してきた人いるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、私は私なりに情報発信もしながら AI アートっていうものを、それから AI の音楽というものを、さらにはタイトルを打ち込むだけで、それっぽい動画を作ってくれるブリューみたいなサービスもあるわけですよね。こういったものをこの1年間どんどん紹介してきました。ちょうど10年前アフィリエイトが進化して、ついに、それがね、ピークアウトするかのような、そんな時間をね、アフィリエイトの世界で5年ほど過ごさせてもらいましたけども、それと同じような感覚です。もう第1期 AI アートが一部の人のなんかね、進化の過程をなぞるものから、もう完全にこれね、行き切ってしまって、ここからは、多くの方が商材化したものを後追いで学ぶ人がこれから出てくるっていう時代に入りました。多分、この1年間 AI アートや、まあ、AI に関するものに関わらなかった方ってのは、これから関わる上で、費用がかかり続けると思うんですよ。それはだから、この1年間やってきた人の先行者利益になっていくのかなってところです。やっぱりね、マーケットが開いた時にすごく難しくて扱いにくいんだけども、その時間をいかに過ごすかによってその後の過ごし方が変わってくるんじゃないかなと思いますよね。まあ、まとめますと、この1年間 AI の進化っていうものはなんとなく感じていたけども、その内部に入らなかった方っていうのは、ここからね、
後追いになってくると思います。もちろんそれが、すごくね、やって有意義なものであると思いますけども、まあ、多少のコストがかかっていくってことはこれから始まることなんじゃないかなと思いますよね。すごい世の中になりましたよね、本当にね。これからでも全然間に合うんで、AI に関するテクノロジーをぜひね、身につけていただきたいと思います。それがね、やっぱり50代以上の方の逆転するための、リスキリング、学び直しになると思うんですよね。今 AI の世界ってのは始まったばかりですから、ここに乗り込むことによってまだまだ先行者利益取っていきますので、積極的に自己投資して学んで、そしてお金に変えていきましょうということでした。それでは。